さあ、えー、本日のアンケートあなたは夏休み派冬休み派はい「A 夏休みがいいね」なぜかというと、まあ、長いしとか暑いのが好きとかいろんな理由がありますね。はい「B 冬休みがいいね」なぜかっていうとほらスキーできるじゃんとかいろいろあるよね。 うん、はいどっちが好きなんでしょうかはいメールで参加する方は hip.rokinowa.co.jphip.rokinowa.co.jp hip、はいえー、電話がですね098869-864で、はい、ファックスが098869-864で 2202となっておりますので、えー、今日もですね、いつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのか、トントントンと言って予想もタックアしてからに送ってください。見事ぴったしカン,カンの方にはお米券をプレゼントしておりますので、T サージに参加するすべての皆さんは、住所、本名、 電話番号そして郵便番号をタッカーしてからに張り切って参加してみてください誕生日は自己申告年長者 OK で1時までにどうぞはいさあそれじゃあですねお昼のニュースいってみましょうか世の中どんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから久高誠也アナウンサーです誠也はいこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします はいセイヤどうもありがとうございましたセイヤさんはい夏休み派ですか冬休み派ですかえ何ですかそれえどっちが好きかってことですあどっちが好きかはい好きか好きかで言うと冬休みが好きですおなんで宿題が少ないからあなるほどいやでもそれ大人だってあんま関係ないじゃん <laughs> 大人になったらもう夏休みも冬休みも関係ないですよ。 まあ、まあ、まあ、ないから、そ,うかそんなに。でも、冬休みの一応宿題はあったでしょまあ、少ないけど。ありました。ありましたけど。うん、僕、あのー、短期集中型なんですよね。はいはい、だから、一ヶ月っていう、この長い期間の継続力はないので。うん、だから、短ければ短いほど。 集中力持ってがっつり一日勉強だけある日みたいにして終わらせる子だったんですよ、うん、だからそれが夏休みだとその一日終わらせるっていうのがもう最終日とかになってしまうのでそそ、はあ、そのタタギリギリタイイギリギリイプププううででででですすすギギギギリリリリややるる計画表とか超もうみっちり作るんですけど、うん、全然その計画通りに行ったことはないですね。うーん だから冬休みの方がいいなと思いな思ますうん、まあ、あ,のあれなんですよね、うん、得意な分野っていうのがあって、うん、習ってたわけではないけど習字とかは好きだったでも夏休みだと絵を描いてきなさいとかがあってああ読書感想画とかねそうそうそう,うん、うん、絵,絵は苦手だったんですよ読書感想文の方が得意でうん、うん、だから なんか絵を描いてきなさいっていうのは冬はなかったので、だから冬休みがいいかなって思います。なるほどね、はいうん。なんかあれですよね。夏休み、冬休みって、こう、人っぽいよね。人っぽい。うん、なんか夏休みって声でかくて、うん、あの暑苦しくって。はい 元気いっぱいな人みたいな感じするじゃないですか。夏休みって。そうですね。夏はそんなイメージですね。冬休みってこうおしとやかで、はい、こうクールなイメージあるじゃないですか。あ,あ、あんまり喋らんっていうか。確かに。うん。うん、そうですね。だから夏休みタイプじゃないの。じゃないんですよ。冬休みタイプなんですよ。ないからか。ないものねだりか。違います。<laughs> <laughs> おかしいでしょ。ないものねだりだからそこにやるって。<laughs> 今の話の論理でいくと、うん、僕はおしとやかなクールなタイプですよ。 ええー、そうそうそう。思ってもいないのによく言えるよね。<laughs> 思ってもいないことよく言えるよね。そうですだからだから、うん、だからクレジットも噛んじゃうんですよ。いやいいです。それが人間だからそれは <laughs> それ。それに関しては本当にあのあ<ー>申し訳ないなと思っているぐらい。いやいや人間だから噛むよそれは。いいですよそれは。ああそう。<laughs> はい。ええ。まあでも冬休みはクリスマス前後ぐらいからお正月の7日ぐらいまでか。 はい大体、うん、お年玉とか、うん、それこそクリスマス年末年始が挟まってるので、はい、イベントは豊富ですよねそうですね、うん、なんかあの夏休みやることがなかったんですよね ああそう,うんいい毎日友達まあそれ多くないから <laughs> それは否めないけど <laughs> 否めないんだけれども、うん、いたとしても毎日遊ぶわけじゃないじゃないですかまあ確かにちょっとネタ切れするよねネタ切れするもうするする最初は楽しいけどね<で>そう1週間ぐらいでも冬休みは その一発目にクリスマスがあったから、うん、ゲームであったりとか<あ>何か遊び道具をもらえてなるほどそれで満喫できてたんですよ。あ、確かになうん冬休みって短いけど結構ギュッと詰まってるよねそうですね、うん、あとほらお年玉とかっていう嬉しい制度もあったので休みプラスお金もらえるですよそうすごいよね あのー、大人だったら休みもないしお金は出すしなそうなんだよなそうなんだよな <laughs> まあお金出すのは正直あんまりなんだろう、うんうん、そんなに苦じゃないというかむしろ喜んでくれる顔が見えるから楽しみにしてはいるんですけど、ね、もらえないのは確かに嫌だなって思うそうねうんそうね どうしたら、あ、お年玉って、うん、どのくらいの人たちにあげてるんですか、ヒープさんは劇団員にあげてる。いや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 、上げてないでしょそれは、まあ、もう、そこまで破産しちゃう。無理、無理、無理です。どこ、どこまで上げます?。高校生、大学生。まあ、まあ、高校生も全然普通に上げますからね。ですよね、うん。大学生も上げていいかな、社会人だったら、あれだけど。うん,う,んう,んうん、うん,うん、うん、うん。 そうなんですよまあでもな俺も社会人社会人になったの遅かったからだけどなってももらってはいたからなおばあとかからはあそうなんですねうんおばあとかくれよってよあいいいななんかそういうのはないなああ<お>そうはいうーんおばあもうあんた「あんたお金ないんでしょ」っつって「あんた何食べてんの毎日」<laughs> ってってげよってよ <laughs> 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 あんた生まで行くんでしょあんたもう大変さあもうつってすぐお,お年玉くれましたよあ <laughs> そういうい時ってなんか言われません、うん、この渡す時に、はい、これでこれ帳面買いなさいとかあと、ね、鉛筆買いなさいとかうちのおばあはね長面とか鉛筆っていうよりは何、はい、か何食べてるのってしか言えな <laughs> ちゃんと食べてるかどうかが心配だったみたいですか。まあ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 んま太ってはいなかったんで。あ ああそれを言われたことないな。あ,あ、そう。はい。なんで言われないんでしょうね。<laughs> <laughs> なんでだろうな。なんで心配されないんでしょう、ね。心配されながら、で、僕は。は逆に、帳面買いなさいね、鉛筆買いなさいねって言われて。ああああ本当にノートと鉛筆を買って。ええ、で。お勉強好きな子だったから。うん、勉強してたら。 遊び道具買いなさいって言われたことがあってあもうこいつこいつ本当に買うからノートとかしか買わんからそうそう元遊ぶやつ買っていいよって面白みのない子だって思われていや聡明な子だった真面目な子だったんですねそうですそうですそうなんですよそうそれがいつの間にかね真面目な子ではあるんですよ真面目な子ではあるんですけどねそうですよそうですよそうですよノートとか今だに買うとワクワクしちゃうマジでそう本当に勉強好きだったんだすごいねあの あれですよできるかどうかはまた話は別ですよそこは違うからねそうそうねだから冬休みがいいな確かにねずっと詰まってるの冬休みかなそうですよいや多分7割ぐらい冬休みだと思ってますよいや俺多分夏休みが多い気がするえ長いから長いから単純に長いからだと思うんですけど分かんないですけどやってみないと分からないですけどじゃあその結果楽しみにしておりますありがとうございました いやどっちが多いんだろう確かにな充実度としては冬休みだよな2週間ぐらいかね、うん、大人になったら2週間十分だよね多分休みね、うん、はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから久高誠也アナウンサーでしたおいジングルが変わってるっはいということでお知らせ夏休み緊急スペシャル「ジングルパラダイス」はい、えー、夏休み期間の 月曜日はテレビ漫画のジングルがいっぱいかかりますよ大人だって夏休み気分を味わいたい間違って子供が聞いても大丈夫サマーバケーションパラダイスちょちょっと待って間違って子供が聞いても大丈夫って言うな <laughs> <laughs> もはや自ら言うかこれ月曜日はじゃあ月曜日のみはじゃあこういう感じの夏休み向けのなるほどはい なのでお楽しみにということですね。はい。さあ、アンケート。あなた、夏休み派冬休み派は,はい。A が夏休み ?B が冬休みどっちが好きかってことですね。はい。さあ、そして、昼ぼけのお題。もうこれシンプルでいいですね。こんな海水浴は嫌だ。はい。えー、懸命に昼ぼけと忘れずに、本日もアンケートを昼ぼけともに張り切って参加してみてください。ゆたしく めっちゃいいな、このジングル、昭和感がすごい。うん、みんな書いてましたツイッターで、ジングル変わったら変わってさらにビバ昭和感がマツノさん、ねいいですねこれね。はい、さあ本日のアンケート、夏休み派、冬休み派、まあ、どっちが好きかってことですね。うん、夏休みかな、うん、まあ、単純に長いからですけど。 うんでもさっきせいと話してたみたいに過ごしやすくてイベント満載で楽しいギュッと詰まってんのは冬休みですよねやっぱり年末年始クリスマスなどなどねうんはいいきましょう一発目皆様こんにちは埼玉からようちゃんですこんにちは今日はアンサー A です 私は大人になってしまったのでたった2日の夏休みしかありませんが夏休みという言葉に無限の可能性のようなものを感じませんか何でもできるようなどこにでも行けるようなパワーがあると思います子供の頃に戻って夏休みを満喫したいですね確かにな,なんかこう昔から取り上げられるのって夏休みだよね麦わら帽子ね虫取り網ね冒険みたいなね あ冬休みでこんなイメージないもんね冬休みのイメージって何ねスキーか大きなスキーできないからねうんあとお正月クリスマス的なうん、はい、ありがとうございます確かになんかこう子供たちの夢が無限に広がるというイメージはあるなうんこんにちは猫のデコが好きですこんにちはアンケートはやっぱ A だよ 子どもの時のイメージなんだけどおじいおばあの家に泊まれるし虫取りや友達の家に遊びに行きまくりだしさあと夏休みの自由研究読書感想が絵を描くのに取り組む時間がたくさんあったから夏休みが大好きだったさお絵が好きなんですね冬休みはクリスマスから正月にだんだん近づいてわさわさするのに苦手今でも年末年始は苦手なのよね忙しいからね怒涛だよね クリスマスからこの年末年始までねあっという間1週間でこれ来るからねうんはい大人になったらなおさら夏休みがいいかもしれんなもや12月24日から1月7日までに一番忙しい時あるに大人いや「オイス飛べない鳥はただの鳥ペンギンですオイスお題 A うん夏休みです」 ラジオ体操終わったら速攻プーカー野球して朝8時に帰宅飯食って9時学校集合して遊んでたな <laughs> 忙しいな <laughs> 朝朝からプーカー野球そんば冬休みは外で遊ばんし遊んでもビー玉ぐらい正月はお店全部閉まってたから楽しくなかった昔育ったよなうん大人になると夏休みないし楽しくないイぶさん今年も夏休み取る取る気ですかじゃあまたね取る気だよ とろき満々だよ <laughs> はいペンギンさんありがとうございますいやあのね今でこそねまあコンビニもそうですけど大型スーパーとかもみんな空いてるじゃないですかあじゃないよ昔よえー、っとね年末えー、っと3031 1、2、3まで休みとかって結構あって5日間連続で休みとかだったんだよ だから本当に買いだめしとかんと、ダメだったんですよ。今また、ね、ちょっと空いてますけど、また逆に休もうぜっていう流れもありますよね。一二ぐらいは。で、三日から開けようみたいなね。そういう流れもありますね。はい、あと一個。えー、皆さん、ハイサイ極悪善人会十五番目の男です。ちんちろりん、こんにちは。アンケートを終え。大人のイベントは冬休みの時期かもしれないけど、終わった。 ヤナワラバーが暴れるったらやっぱ夏休みですよ。バイクでホロホロしたり、ビーチでビキニンを数えたり、雨雲ふとふとや安心へまた、わ <laughs> 幼いな、<laughs> 楽しみが幼いな。ビーチでビキニン数えたり、何歳なとおことや。<laughs> まあ昔を思い出してってことね。ああああなるほど。はいありがとうございます。は <laughs> い。 じゃあコマーシャルですめっちゃいいなバヤイーンっていうの <laughs>、ね、昔の音ねバインってちょっとコメディチックのやつ <laughs>、はい、さああなた夏休み派冬休み派なんで好きかも教えてくださいね、うん、皆さんこんにちはハッサモーマンザモーですこんにちは今日のアンケートえー、ってば なんかウキウキするさあねいろんな意味で初めてのあれも真夏だったからねひいちゃんもそうだったでしょヤシが一つ難点があって俺小学校から高校まで野球やっててさあね練習時間が長い長いひいちゃん野球のスパイクでアスファルトの上走ったらスパイクの歯型作ってじゃあ門限まで頑張ってねアスファルト溶けてからなええはい,いやはいッサさンんンザモンさん ありがとうございます。<laughs> 初めてのあれも真夏だったからね、ひいちゃんもそうだったでしょう。ん、何の話ですか。キサヤ、ゲツヤ、わらばか聞いても大丈夫だよ。だぶんや。はーっしゃ。<laughs> <laughs> イブザ、皆さん、こんにちは。ギリギリ電波が通じる京都市の山の中から静かです。は。どういう意味電波が通じて。 あーびっくりしたこれびっくりしたラジオの電波がこっちからあっちまでってんのかなと思って。ああそう携帯のねなるほどさっき上から担架で運ばれてくる眠ったような男性とすれ違いました家に帰るまでが遠足ですなんかこれ大丈夫かこれアンサー A 夏休みは仕方なくラジオ体操に行った後帰って二度寝して友達の学校のプール行こうを断って高校野球をクーラーの効いた部屋でひたすら見るっていうのが楽しみでしたあでも冬休みも 高校駅伝とニューイヤー駅伝と箱根駅伝が楽しみでしたねさてもうちょっと登ってきますアデュー山登りの途中やんば今、えーはい、ありがとうございますなな休みなのかな仕事どっちんなんか小学校からおっさんの夏みたいな過ごし方してるね <laughs> 高校野球で冬は駅伝 相当スポーツが好きなんだね小学校の時に高校野球見るあ見るか大人が見ている時一緒に見るかあそうだったわからね、うん、青木みかんさんヒプさん皆さんこんにちはこんにちはアンケート B そりゃあ子供の頃は夏休みが長いから夏休みが良かったけど親になったら断然冬休み短いし冬休みは旦那も正月休みで家にいるじ期間がお盆休みより長いということは子供の面倒を見てもらえる それと旧本は仏壇持ちの嫁にとっては過酷かっこうちの親戚では正月は簡素化されてヤーグナだけでやることになっている今は冬休みがいいさはい青桐みかんさんありがとうございますうんお盆旧本と正月比べたらお正月の方が楽へえはいありがとうございますそうねなんかあれよね お正月はなんて今時の食べ物はいっぱいバーってあってもいいかなってもやっぱ旧盆は昔ながらのんかねうちなのこっちり準備さんと並んやみたいなところあるよねうーんスピマスでいいんじゃないですかさんヒップさん皆さんこんにちはこんにちは動画配信で選んだ映画がつまらなくても意地でも最後まで見るスピマスでいいんじゃないですかですがいいですかはいどうぞまあ俺も最後まで見るよ一応はい答えは B 子供の頃、夏休みはほぼほぼ毎日畑作業だったからどっちかというと冬休みがいいかな？手伝いさせられてたの。もしかしてええー、はい。スピーマスでいいんじゃないですか？母さん、ありがとうございます。なん畑の何の作業かな？うーんはい、あるよね。わかる。夏休みだからっつって手伝いさせられるやつ。親の。暑い中な。 ね、大人と同じように十時じゃーとか三時じゃーとか飲んだりしてねわかるわかるえ夏が嫌いな夏子ですお邪魔しますんなんでこの名前なんだろう <laughs> アンサーラジオネーム通り夏は嫌いなのでできるだけ涼しいところでじっとしていたいですの B 夏の野外活動は NG 日が落ちて夜になり酒なら飲みに行きますあと夏のキラキラしたやたらはしゃいだ感もいまいちです四季から夏を抜き 三季にしてほしいぐらいです。じゃあ、<laughs> いや極端だなや、夏子さん。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いやいや、沖縄の観光が慣れた参考な量や。<laughs> 来るメインリアもやみんな来るの。暑いね沖縄っつって、海綺麗だねって言いたいのにみんな、夏取ったらダメだよや。うん、はい、ありがとうございます。 何人かいらっしゃるんですよねうちのリスナーさんにも夏あんまりっていうあの古田大介27さんもビーチパーティー意味がおからんあんな砂のみでなんで「ご飯んクーバー」つって熱い意味で「絶対クーラーの中がいいだろ」って言うんですよ <laughs> <laughs> いますよね一定数ね沖縄の人でも「暑さみや」っつってね、うん、はいじゃあコマーシャルです「名犬<化>ジョリーだこれ」 マギ,マギシル犬言い方よや「<laughs> 走れジョリートゥルってやつですよねこれね懐かしいうわいやもう大好評です昭和のジングルもうひじからこれがいいってねえっ、ー、とボワイトレモンと申しますはいこんにちはこれ間違いじゃなかったんだねホワイトレモンじゃなくてボワイトで合ってたんだねはいアンサー A 夏休み派です海で泳ぐのが好きなので。 ででも泳げないので <laughs> 泳げげなないんかいいのかどういうことやが浜から2メートル沖に行ったところ左右に泳ぐだけなんですがたまに「大丈夫だ海」があって足が海底につくからと浜から沖に歩いて突然深くなって溺れそうになり友人に助けてもらったことがありましたヒープさん「大丈夫だ海」で泳いだことありますか <laughs> ないですね何ですか大丈夫だ海ってわ、うん、かるよ。 もう,もうこのこ,このままだよ「大丈夫だ海」<laughs> ネーミングセンス <laughs> 急に赤くなるとこは大丈夫じゃない海なんだなあれねああ、はい、深さがある程度遠浅なってて予想できる海ね「大丈夫だ海」<laughs> <laughs> ネーミングセンスよ純 <laughs> <laughs> いいなヒップー、えー、ハッピーまるの滝さんの番組で横浜銀杯がリクエストされていたが滝さんのリスナーの中にもヤンキーはいるんだよということで <laughs> ラジオネーム小分からんさんはいありがとうございますさあアンサー A 休みなら夏に限るな夏は海遊びやビーチパーティーにキャンプバイク夏祭りなどの楽しみがあるから夏休みだなヤシが休みじゃなく仕事なら冬で夏場は暑くて玉も垂れて <laughs> ハンマー振ったら同時に玉も揺れて湘南でカシマシーから仕事をするなら冬に限るなムアビトーガいや小学生が聞いていいかいろんで <laughs> あと一本ゆだしくモータースのジーパンが出回ってるみたいだから一本いくらするんかや限定品みたいだや安静ということで小学生さんからい,いただきましたはいありがとうございます値段いい値段するんですけどあれ実はあのアメカジのジーパンあのバッツいやつですよあれ のアメカジのブランドのジーンズの中では普通の値段むし,ろむしろちょっと安いぐらいの値段なんですよだから僕の SNS に載ってるのでえっと限定24本で今も15本,しか15本しか残ってないんで欲しい方ははいお早めに僕の SNS をチェックしてください、はい、まあ確かにちょっといい値段するんですけど10年履けますんで本当に大事に履いたらラジオネーム合わせのボンジューロ郎さんヒップさんこんにちははい えー、ダブルボランチとのコラボイタシクジーンズゲットしましたありがとうございます えー、昨日夜勤から帰ってツイッターを見てたらヒープーさんがつぶやいてるのを確認。前回のユタシクトラックジャケットを買うことができずに後悔していたため、すぐにブルーファーストスターさんに行きました。店長の上原さんにもとても丁寧に対応してもらって、えー、裾を上げもしてその場でし,してもらって無事ゲットしました。3歳の息子もお店にあったバスのおもちゃで遊ばせていただき楽しそうでした。またユタシクモータースシリーズのアパレルを楽しみにしてます。追伸、トラックジャケットの再販もご検討ください。何卒お願いします。ということで。はい、あ、あら,あら、嬉しいですね。合わせのぼんさん。 ねえいや決してお安くはないんですがゲットしていただき本当にありがとうございます大事に大事にガンガン吐いてちょっと色落ちさせてくださいねありがとうございますはいじゃあコマーシャルあいいですねツイッター V25 さんこれらのアニメアニソンジングルを聞いて知っている子どもたちはどれほどいるのだろうか <laughs> いえいえ知らないでしょ絶対ねえ玉ティロさんも「ジングルが知らん曲ばっか」って書いてますね。えー、ねこのジングルは54歳オーバー,オーバー54 限定みたいなこと書いてますけど、いやいやいや宇宙のやることは50はなってないですもんね。うんはい。テレビ漫画時代。テレビ漫画時代。あああのね楽しい時代ねあの男の子向けも女の子向けもいっぱいあったやつの時代ね。うん。 えー、心はいつも前向きでおなじみ、ティーパラネームともぶんです。はい、こんにちは。さて、待ってシリーズ好きなんだけど、今日わらーターに寄り添った、一年に数回お子さんと聞けるアンケートなんだね。うん、夏生まれなんだけど、実は夏も海もあんまり好きじゃないんだけど、えー、かっこアチファンファン大差だから。アンケートええかな 毎年ワラバーターとホテルとかペンションコンドミニアムとかに泊まって夏休みは満喫してるし暑いの嫌だけど海やプールでプカプカするだけでも涼しいのでそこは楽しみでもあるかなヤシが今年は次男が受験生だし成績伸び悩んでいて希望校も難しいから泊まりでマーガレ行くのはしかしない方向ですワラバが小さい頃はホテルで添い寝できるから料金安かったけどマギになるにつれてそれもできなくなって近年はペンションが多いですねということではい さんさありがとうございます。あそう。うん伸び悩んでるから逆に僕は連れて行ってもいいんじゃないかなって思いますけどね。どんなんすかね。えー、今週もテンション上げ上げて頑張っていこう。して本日のアンケートは「絶対家の夏休みさ」だって夏休みは1ヶ月以上休み休み休みだよ。やりたい放題遊べ放題。 確かに宿題も多いのが夏休みやしが宿題なんてやらんくてもいいよ <laughs> やったほうがいいよや <laughs> わらばあがちちょんだよ、ね、こと夏休み遊んでなんぼ宿題なんかに縛られるな子供たち <laughs> いやいやらんとダメだおや <laughs> 宿,宿題しな,くしなくたって立派な大人になれるはずよ多分大丈夫 <laughs> 俺が立派な大人とは言えないけど夏休み宿題しなかったぐらいでは何でもない多分大丈夫やさ毎日が楽しかったらそれでオッケーよ T サージを聞いてる子供たちよ宿題なんか真面目にやったらダメだよヒープーさんからの お願いです。ではではお時間までチバリよ。今言ったの全部反対ですこれ。全部逆ですこれ。ね。はい読、えー、んでくれたらありがとう。あでもあとは任せますんで。<laughs> <い>や。<laughs> はいありがとうございます。うちのディレクターがペンでね危険放送って書いてますね。な <laughs> んで渡したばじゃんこれ。<laughs> はいありがとうございます。あのー、そうですね。宿題は大事ですよ。 はい、それ学校が出されてる宿題でね一生懸命頑張ってほしいなと思うんですけどでも書いてある通り遊ぶのも大事ですはい、でちゃんと宿題もあってちゃんと遊んだ方がいいかなとおじさんは思いますよ <laughs> 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 さあ続いて沖縄ホメロおしゃべりキッチンのコーナーですどうぞはい1時になりました「T ーサージパラダイス」午後の仕事もですね車の運転も是非安全第一でよろしくお願いいたします。はいババンのコーナーナ ラジオネーム、月のちゃん姉さんのんさ花ほじる癖のある57歳の先輩にバ,バンスマホの画面なんか白く湿っている羽ごさ <laughs> <laughs> 何歳やことや <laughs> はいありがとうございます <laughs> <laughs> わからんよ、ね、<laughs> いや俺もこれ何だったかなって思うからね、うんはい、皆さんのお誕生日を万美化してからにお祝いしますよ。 ラジオネーム、ハルドラさん、ヒップさん、こんにちは、こんにちは。えー、猿土曜日22日に50歳になりました。えー、今週土日は末っ子長男の中大連、かっこハンドボールの試合があったので、家族全員そちらに集中で、私の誕生日は忘れられておりましたが、試合が終わった昨日の夕方、娘が私の誕生日を思い出してくれました。かっこ涙。50代も楽しく気楽に過ごしていきたいと思います。肉食べます。ということで。はい。 春ドラさん50歳の誕生日おめでとうございます。秋雨ような50代も楽しいですよ。うん。ラジオネーム猫又さん。はい。昨日の7月23日は猫又の40運回目の生まれ日でした。T サージは2005年のライオ記事からの危機戦メインでしたが、今年のゴールデンウィークにメールを投稿してみたところ、採用されたので、えー、以降、できる限り番組に参加するようになりました。やっぱりメール投稿するだけでも参加してる実感が湧きますね。 沖縄のいろいろなことが学べる T ーサージもうすぐ20周年なのでお体に気をつけて頑張ってください。PS 昼間は聴ける時間が限られてしまうので夜の2時間枠で大人の T ーサージパラダイスのような番組を企画してほしいな、ね、今よりも荒れるでしょうね多分ね。<laughs> 今よりも読めないメールがたくさん出るんじゃないかなと思ってますけどね。はい、ねこまたさん44歳のお誕生日おめでとうございます。はい ヒープさん皆様こんにちはおスピマスでいいんじゃないですかさん昨日は1年ぶりに生まれ日になっていたみたいですこのラジオネームはかっこ半分ヒープーさんがつけてくれたと言い張ってますがいいですか8,000円は未納ですがはい俺がつけたっけこれまあまあでもはい俺多分俺,多俺のセリフなんだつなスピマスでいいんじゃないですかっつって い <laughs> <laughs> 言いそうい言いそう何とかでいいんじゃないですかっていうの言いそうだねはいスピーマスでいいんじゃないですかさん昨日お誕生日おめでとうございます同世代ですねほぼねはい1970年型って書いてます松野さんはいこんにちは 先週土曜日は義理の父、安博父ちゃんの66回目の生まれ B でした。自営業でケーキやお菓子を作りながら、毎日厨房で T ーサージを聞いているらしく、僕のラジオネームも知っているので、会うと毎回、おい、今日採用されてたな、ってラジオトークがお決まりの挨拶になっています。いいね。そんなフレンドリーな父ちゃんにとっていい一年になりますよ。渾身の本をお願いします。はい。 マッツンさルの義理のお父さん、安井のお父さん、66歳のお誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか厨房で聞いていただいてるみたいで、嬉しいね。うん。はい。今日も聞いたようして話してよ。うん。はい、サイヒープーさん、えー、昨日23日は、 ワン最愛の辻チアキーの誕生日でしたついに還暦になりました付き合って40年結婚して38年苦楽を共にしてきた唯一無二のパートナーです還暦なのでヒープーさんから特別バージョンの運で祝っていただけると最高ですちなみに明日から土曜日まで辻と息子夫婦と孫の5人で内チナ旅行です台風の影響が心配ですが死に楽しみでは暑い日が続いていますがヒープーさんも倒れないように無理せず優しくです、えー、ティーパラネームなにわのくすまやあさんはい ありがとうございます本当はあのうちの愛する奥様っていうのはねあんまりやってないんですけどどうやら一個 C じゃみたいなんで奥さんねはいやりますしかも還暦なんでねはいえー何わのコスマヤさんの奥様えー、チャーキーさん還暦のお誕生日おめでとうございますすごくないですか付き合って40年結婚して38年ってねはあおめでとうございますすごい えー、チームエアコン専務取締役 M55 会ライダーですこんにちはヒープさんにお願いがあってメールしました今日7月24日はおいらの母ちゃんミエ子母ちゃんの60歳のバースデーになっているのでヒープさんからいつものお祝いの運をお願いします母ちゃん誕生日おめでとう母ちゃんの息子に生まれてきて幸せだよ産んでくれてありがとうございますはい M55 会ライダーさんのお母さんミエ子お母さん 66歳のお誕生日おめでとうございます全然若いっすねはい。ひぶさんこんにちは骨太はぽっちゃりですこんにちは今日は私の50歳の誕生日です50代も元気に過ごせるようにうん,うんお願いしますそんな夏生まれのアンケートは B の冬休みでしただって学生の頃誕生日は夏休みに入っていて携帯がない時代だったから誰からもおめでとうってなかったしねこれあるよね 夏休みの間に誕生日ってなんか誰からも何も言われない時ってあるよね友達からや。うん、はい骨太はぽっちゃりさん50歳のお誕生日おめでとうございます50代も最高っすようんあのあと昨日23日はうざってあのおいっ子の誕生日でもありましたね、うん、15歳ねおめでとうございますはいでは、えー、昨日そして本日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはい ハッピーバースデーお。お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん、そしてデージ笑える楽しい一年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。さあ、じゃあ。夏休みはか、冬休みはか。 イープさん、デイさん、みんなさん、よろしくいんです。よっ、よよっ、い,いよもう決まりましたね。俺が決めてるんですけど、ジョン。<laughs> <laughs> アンゲート A です。夏、夏、夏、夏しか勝たん。夏は家族の誕生日が続いて、月に4回ぐらいケーキも食べられるし、海やらプールにも行けるし、バーベキューもできるし、流しそうめん機使えるし、最高。<laughs> 子供たちより私の方が毎日ワクワクソーソーは何しようかねしている 仕事も手につかんさ夏休みは仕事やめたくなる子供たちと遊びたいよろしくんでしたはいタイトル「夏はキンキンで誕生日が5名向いてお金も欲しがらん」って書いてますねまあそれでも夏が楽しいと <laughs> なんか楽しさが伝わってくるんだよなこのメールからな <laughs> うん仕事やめたくなる夏休みを <laughs> すごいなはいで一曲帰っと。 ヤングマンの曲ですか、これは。去年あ、去年出た曲。あ、これカバー。原田知世さんのカバー曲なんですね。はい。時朝子で。天国に一番近い島。入りました。懐かしい。これ、これがハクション大魔王のあれ,あれだよね。あくびちゃんのあれだよね。超懐かしい。はあはい。 えっとね、夏休み派、冬休み派ですね。A が夏休み、B が冬休み。ヒープを遊ぼう。ルパンが愛した藤子ちゃんだっちゃ。はい、遊びましょう。夏休みだっちゃ。やっぱ長いさね。冬休みはトルバって言ったら終わってたよ。<laughs> 2週間トルバってたの <laughs> 夏休みはいっぱい遊んでた記憶がある。夏休みに親と喧嘩したら、したから、陽子ををかして、一緒に家出して、よぎ公園で遊んでさ、 夕方お腹空いたから家では終わりにして帰ったよ <laughs> パートうん。これ家でじゃないな普通に遊びに行ってるだけだなはいありがとうございます陽光ってもしかしてあの陽子元気ですかねはいありがとうございます <laughs> ヒーブさんおざっすのらいのっすこんにちは今日南京都へ絶対夏休みでしょ長いのに冬休みすごーあるよ10日間ぐらいしかなかったんじゃない あの頃はまだこんなに暑くなかったし。たださ、泳ぎや釣り得意ならもっと夏休みを楽しめたはずなとは思ってます。大人になっても冬よりは夏派ですね。冬、手がかじかむし、動きたくないさ。して何と言っても夏は薄着になるしね、それが楽しみさ。ていうか、イブさん、夏は暑いから夏休みがあるんだよね、多分。っていうことは逆に、冬とかは、北海道とかは、冬は雪が積もって登下校できないから夏休みが短くて、冬休みが長いんかね。 あらはいナナイヌさんありがとうございますんじ、えー、と例えば東北とか北海道のリスナーの皆さんそうなんですかお休み長いもしかしてどうなんだろうねうはいありがとうございますいや本当にあの雪深い地区は行きたくても行けないとき絶対あるからなねもうこうやったらもう休みにして でもう勉強できる時にやった方がいいっていう感覚なんですかねどうなんでしょう教えてください。いいコーラルカナコシクさんヒープさん皆さんこんにちはこんにちは。大人になった今ではどっちでも構わないけど学生時代は断然夏休み派でした。北国に住んでいたので水道が凍るから冬は家を留守にできず泊まりがけの旅行も行けない。へ<ー>旅行は夏休みにしか行けなかったから夏の方が楽しみが多かった。それに。 昔は真夏でも最高気温が20度ちょっとまでしか上がらなかったので夏バテしたことないただ夏休みの終わりが8月17日頃だったからお盆が終わったらすぐに学期でした他の地域が羨ましかったあ、やっぱそうなのか夏休みが短めなんだ8月17日めっちゃ早い2週間ぐらい早いへえ。はいありがとうございますやっぱチクチクで長さが違うのか はいありがとうございます冬休みはどれくらいあったんだろうねあ、皆さんお疲れ様です北海道から函館山のイカあるですあい聞きたい子供の頃だったらみんな夏休みがいいって答えるよだってよ北海道はよ冬になれば寒いし雪が降るし自転車禁止さはあこうなれば釣りにも野球もできないよただ大人になった今はニセコでバックカントリースキーもできるから冬が待ち遠しいな しててヒープさん知ってた北海道は夏休み冬休みどちらも25日間ださえー、正解が出たなはいありがとうございます50日ぐらいってことかえ通常パターンはえっと夏休みがまあ7月の21日ぐらいから40日 40と10ぐらいで分けられてるのか。なるほど。だいたいじゃあ50日ぐらいは休み取りなさいって決まってんのかね。多分ね。うん。はい。ありがとうございます。25、25あ。いや。でもこれぐらいでもいいかもしれんな。どう思います？まあ沖縄でもな。沖縄だった。暑い期間だからな。7、8じゃなくて。 八九でもいいかなと思うぐらい熱いよね。マジで。ええー、さん、こんにちは、ミーバイマルバイです。こんにちは。アンケート B。子供の時から夏休みは嫌い。親父が土建屋さんしてたから、毎日現場、ヘルメットかぶって。こぎ抜きしたり、ブロック積みの手元したりともう嫌だった。でも今では、親父と同じ土建屋さんしている。かっこ笑い。あの頃の経験がデイムがあるかな。ああ<ー>、偉い。 手伝い偉いうーん。大人になったらでもわかるよねこのちょっとお手伝いしてほしいなっていうのとちょっとなんか現場見しとこうかなとか何やったら危ないとかこんなのも教えとかんでけんなって思う気持ちもあったんじゃね多分ねうん。皆様お疲れ様です、えー、笑う門にスポットライトですこんにちは アンサーは夏休みは嫌だな B で言うたしく嫌 <laughs> ない人も結構いるな子供の頃の嫌な思い出しかないのよね実家が農家だったので手伝いしないと遊べなかったし宿題は分かったし宿題しよう思ったら眠くて宿題間に合わずに先生に怒られてさ夏休みなんでこんなに長いと思っちゃった冷えなんだ宿題やらなくていいんだ早く、はい、教えてくれればよかったのに <laughs> さっきの放送の影響だな危険放送違うよあれは あのリスナーから行ってきた文章僕が読んだわけであってやった方がいいよ宿題は絶対やった方がいいよはいありがとうございますいややらんこといいのは配らんでしょ多分ね宿題もやって大いに遊ぶとはいエーリーですこんにちはアンケート「夏休み好きなリスナーは嫌い」<laughs> 2回転ぐらいしてるなどういうことこれ 夏はあちさん断然冬休みです高校3年の夏休みの最終日に今でいう熱中症で初救急車で運ばれた理由は夏休みの宿題本を読んで感想文を1日で終わら,終わらせようとして家で夢中で本読んでたらいつの間にか高熱で倒れたでも次の日3学期の初日は学校に行かされた2学期かこれ多分な3学期かどっちかはい。 これ日本語おかしくないねエイリーさん夏休み好きなリスナーは嫌い <laughs> <laughs> バッペーター教の半分ぐらいは嫌いかもしれんのじゃ <laughs> なんかあれなんだぜねこの「<laughs> ええー、夏だええー、エイリー遊びに行こうぜおめ <laughs> えにええパーティーさー」っていうのがなんなのがうざってなるんでしょうねい暑いのにこんな大声出してフラーやっつって一意味もないこと言うんたくしてからにみたいな。<laughs> 嫌なんね熱い暑いの嫌いなんだね、うん、はいさあじゃあですね今日はですね「B 面パラダイス」のお時間となりました昭和・平成を彩る名曲の「B 面」を紹介しますこれめっちゃリクエストあった曲だ平成2年、えー、5月発売「チューブ『ーは夏休み』もうこの時期だったらめちゃくちゃリクエストくる曲ですねの「B 面」 アクエリアンガールうわーこれ初めて聞いたな夏の海でまだ見ぬ恋人を歌う思う歌ですはいということで、えー、中部あー夏休みの B 面アクエリアンガールですどうぞ じゃんってないんだ最後。ぐっと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 で終わるんですね。なるほど。<laughs> はい。えっとね、あ夏休みチューブのね、ああ夏休みの B 面、えー、アクエリアンガールという曲をねラジオからアベレーしましたけど、ボは初めて聞いたかもしれないな。まあでもどのだ聞いてもチューブっていう感じするよラウンな。すごいっすね、うん。はい。夏っていう感じするな。蕎麦好きマーク X です。こんにちは。アンサー短いけど B。 確かに夏休みは長いからいいけど宿題多いさそれに比べて宿題少ないしクリスマスでプレゼントもらえるし正月にはお年玉もらえるしいいこと多いんじゃない夏休み朝からしょっちゅう宿題やったとかうるさいさはいそば好きマーク X さん夜更かししてても怒られない冬休みでしょあのー、なんだ除夜の鐘とか紅白とか見ても大丈夫ってことだよねなんかあれ許されるよね冬休みってなんかうん はい、ありがとうございます。うーん、そうなってきた。確かにな。40日と10日だったら、まあ、沖縄の場合ね。だいぶ長さは違いますけど、どっちがいいっすかね。ちょりおつ、ラジオネーム、魔法使い、サニーノリです。こんにちは。アンケートのマイアンサーは、A 型、エンジンの A、夏休み派かな。 暑いのは嫌だけど、冬休みよりは休みが長いし、親も年だし、こんな年だし、あなたしかいないし、ラララだし、ビキに見れるし、ビキに見れるし。はい。暑がり屋さんにのせた。もう、綺麗に作ってくれましたね。ありがとうございます。もう、陰を踏んでね。はい。ビキに見れるし、まあ、昔よりは見ることできるようになりましたけどね。う、は、ん、あ。 昔はねどこどこのビーチに何匹人いたとかって言ってたんですけど多分ね誰かが怒られたんだ多分 <laughs> ねそりゃそうだよねいつの時代がオッケーだったばこれって逆に聞きたいけど <laughs> まあ昔以来でも見る機会が増えましたね本当にはいハローヒープーさん南部の帰国史上ですこんにちはアンサー B8 月の夏生まれだけれども冬派 夏は暑いし汗かくさあねえもうだるくなるテーマパークとか絶対冬がいい汗かかんさあねえあと冬は雪山に行けて好きスノボーできるから寒い中での美味しいのが好きです安静あーこれちょっと分かるなご飯は絶対冬がまいよね思わまあまあ沖縄のイメージですけど沖縄暑いさもう何食べても暑いしや <laughs> マジで笑 何食べても暑いさ、もう冷やすおめえがいみんな暑いやし。<laughs> うん。飯は冬がいいな。確かに。で、ちょっと寒い中で食うあったかいやつとかね。最高だよね。ああ <laughs>。そっか。鴨の母です。こんにちは。冬休みはやることが多いから、夏がいいかな。ああ、でも長い休みの間。朝昼晩と飯作るのやだな。 そうめん食べたいって言われたらおでこにピキってマーク出るしなくそ暑いのに日の前に行かなきゃいけない時間が多いの嫌だな完全に一人で過ごせるならどっちでもいいな <laughs> はい日の前鴨の母さんですねありがとうございます <laughs> う<ー>ん <laughs> 作る問題ねうーんそうなんだよな、ね、俺、ね、自分でも最近ちょっと立ったりするんであれなんですけど暑いよね で俺あの扇風機つけてからにこの調理したりするんですけどした扇風機つけたらまた今度はコンロの火がゆらゆらしてあんまりまた安定三杯をやうん「ヒ比さんこんにちは初めてメールします神奈川と大阪のハーフのヤースーと申しますおありがとうございますすいませんじゃあウェルカムをえー、っと神奈川と大阪のハーフーヤースはじめましてウェルカムふン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 ツンフンウリヒャありがとうございますメンソーレ 本日のアンケートは圧倒的 B です。なぜなら私は大学の時に京都の大学で野球部だったんですが京都の夏はとにかく暑い平気で昼間は40度夜でも30度を切ることがないぐらいとにかく暑いそれに加えて盆地特有の湿気もう思い出すだけでスライムのように溶けてしまいそうですなんかねよく言うよね京都って盆地になってるから夏は暑くて夜はいやいや冬は寒いっていうねそして極めつけは グランドの下の鴨川から漂ってくる肉の匂い河川敷のバーベキューの匂いが練習する気を一気に削ってきますそんな環境一日十二時間週に六日していたら夏が嫌いになりますそれでひぶさん最後まで頑張ってください千葉利用一日十二時間何が野球の練習なええチャーナとはうわ昔の話だよねもう今やったらダメでしょこんなって きっつ。昼四十度、夜三十度って、起きなやつあっさん、どうや。はあ。人が一生懸命、暑い中、野球やってる、バーベキューの風だけしみてや。<laughs> 一口も持っても来な、い。<laughs> <laughs> タイムフリーはタイムフラーさん。はい、ありがとうございます。こんにちは、イープーさん、スタッフ、面白すぎるリスナーの皆さん。本日もお手柔らかに参加させていただきますので。 本州に住む弟家族や友達が帰省するのが夏休みは、会える楽しみがあるからさらにワクワク。あと私は毎朝ベランダでラジオ体操するんですね。でもね、夏休み期間は特別。公民館へラジオ体操に向かう子どもたちが鳴らす、島上りの音がパタパタ、ペタペタと張り切っていて、夏休みの音がまたいいんです。一句読みます。<laughs> なんでかな。<laughs> 遠い夏、君と過ごした防波堤。思い出して甘ずパラダイスじゃあ、ヒープさん、スタッフさん、砂鍋でタコライス食べたことありますよね <laughs> あるよ。うん。はい。タイムフリーはタイムフラーさん。<laughs> 急に一句読みましたけどね。<laughs> なんで急に一句読むの <laughs> はい、ありがとうございます。これ、いいね。何て言うのかな。いいところに。 気づいたねセンサーが夏休みのワラバーターの島上降ノートパタパタペタペタペタ早くマリオヘヨとかって言って朝から行ってね印鑑もらったりするんだよねあれ夏休みのこのラジオ体操でねうーん、えー、メーバーパンチトケシですはいこんにちは <laughs> いつもこれギャップがいいんだよなアンサーへ特別休暇が出るから夏休みがいいね 夏休み入ったから子供向けアンケートになっているねもう一ヶ月ぐらいはいつもみたいなフラーアンケートできないねはい、えー、ディレクターがペンで安全放送って書いてますね <laughs> <laughs> ちょっと待ってなんでいつもみたいなフラーアンケートって <laughs> はい、ありがとうございますまあまあでも別にね子供が聞いても大丈夫な時もありますよ <laughs> はい、コマーシャルです <laughs> やばいなこれめっちゃこれテンション上がるなうーわ「会長ロプロス」「ポセイドン」あとなんだっけロデムやさロデムマヤ言わ、ま、んけいよ。<laughs> 懐かしい 読みって言うんですよね。敵が、そう。で、中あ小学校の時よ、このよ。まぶたの下を柔らかいところさ、こっちをよ。チン切ってからよ。<laughs> う血させるっていう変な遊びが入ってから、すごい先生やったにやるなって怒られたやつ。あれ読みって言ってたんですよ。わかる？読み下真っ黒だった。未校正し、いつも未校正してた夜更かしが過ぎてからよ。読み。 事務作業がたくさんんあるんだぞ <laughs> <laughs> 朝から日差したっぷり順調に気温が上がって34度予報の東京からタンタンのままですマジで沖縄より暑いな夏休み冬休みどっちかと言われるとどちらでもないのしだって世の中が休みの時ってどこ行っても混んでるし高いじゃないなのでリフレッシュ休暇という名の年間で夏休み冬休み分として自由に休める期間が欲しいです 会社の新卒の子実家が地方で帰省するにもシーズン真っ只中高すぎて帰れないと嘆いていましたなるほどなと思いましたが私も安くて空いてる方が助かるのでやはりどちらも好きじゃないです日プさんみたいに夏休みが世間でずれて取れるのってうましいですあーそうかトップシーズン高いもんね夏ねはい淡々なママさんありがとうございます年末年始も高いしねうーん、はい、ありがとうございます <laughs> 面白いそういえばツイートがあったな川崎のしおさんさん,ん京都はねさっき夏も暑くて冬寒いって言いましたけど京都に住む親戚が<お>夏と冬は来るなって言ってたな <laughs> いつ行くばじゃあ <laughs> 秋と春秋いいね秋の京都はいいって言うからねああ茶浦斎佐賀市在住とんぼ屋左岸中ですはい こんにちは早速アンケートの答え敷いていえばえ子どもたちも独立して夏休みも冬休みもあんまり意識していません盆も正月もいろいろバタバタあるしまあ冬は虫取りができないので夏休みの方が欲しいはい、あやっぱ冬はちょっと虫たちも動きが鈍くなるのかなとんぼや坂口さんありがとうございますヤシが暑くない今虫取りっていやー トップシーズン8月9月なんて虫なんか取れないんじゃん、もう暑くて。どうなんですかね朝方入ってんのかな皆さん、こんにちは。埼玉のミツ一家です。こんにちは。夏休みが待ちきれないアンサー A です。我が家3人家族、3人とも8月生まれなんで、やっぱり夏休みですね。夏祭り、花火大会、旅行、誕生日がありますし。冬休みの場合は、まず年内に大掃除、年賀状があり、追い詰められた気分で、しかも寒いし。 せいぜいぜ冬休みの楽しみは年明けの駅伝しかありませんなのでやっぱり夏休みですはいうん忙しい冬休み確かにねで大人だったからでしょ多分これねあでも子供でも年賀状返してたからなむしろ子供の時の方が返してたなめっちゃ受け狙ってから。 だいたい滑るんだよなあれなそんなにみんな置けないんだよなそういう年賀状も来るしなんか全然明けましておめでとう関係ない年賀状いっぱい来るからねうん皆さん那覇新港に豪華客船入港してるよマギさよラジオねムな一ちゃさんへえマジででかい、まある県庁荒にってこれでかいよね、うん、アンサーは A の夏休みだね 子供たちも朝から学童行って楽しく過ごせているし夏休み中の学童のイベント盛りだくさんで長い休みを楽しんでるから夏休みかな明日は泥団子大会あるし何かと体を動かして汗かいて活発に動いてるからヤーグマイでクーラーつけてるよりはいいやつよ次男と長女は今頃学童で楽しんでるはずなヒープさんのエピソード楽しみにしてますはい、なえチャイメンさん出た泥団子大会 <laughs> 泥で団子を作り、ええ、あっちの砂が上等って言ってあっちまで取りに行ってから砂でまぶしてから何層にも泥を塗っていくっていうで上から落として誰のかが硬いかっていう大会です皆さんご存知の <laughs> 懐かしいでは一、い、曲ラジオネームここねさんからのリクエストおお、えー、ヤングの曲だ新しい学校のリーダーズで大人ブルー入りました「T ーサージパラダイス」 昼にボケとこーさあ、やってきましたよ。昼ボケのコーナーということで、今日もね、一番面白いベストギリスと決めますよ。はい。さあ、今週のお題、非常にシンプルです。いいお題だと思います。こんな海水浴は嫌だ。はい。どんな海水浴ですかね。いきましょう。一発目。ラジオネームメンマメンさんの、こんな海水浴は嫌だ。 海の家に鍋メニューしかない八三 <laughs> さんねやくてよグツ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 のやつね <laughs> 冷たいの置いて <laughs> 続きましてオマーユエビさんのこんな海水浴は嫌だ <music> マネキンの頭がたくさん浮いている <laughs> 怖い怖い怖い,怖いこれ割ったり砂だな <laughs> 割ったり砂が頑張りしたるな <laughs> 怖いよ はい、続きまして玉輝ロさんの「こんな海水浴は嫌だ」「<music> ライフセーバーが松葉杖」「けがしたあるな <laughs> だ大丈夫ですかいや,いやでおや」っていうねうんはいありがとうございますい <laughs> いざという時に<笑><笑>、えー、続きましてルパンが愛した藤子ちゃんの「こんな海水浴は嫌だ」 サメに餌付けしてる <laughs> よ読んでチャースがや読んでどうするや <laughs> この間イルカがね泳いでるところにあってイルカは遊んでるつもりかもしれないけど肋骨折ってる折ってる人いたからね、うん、ネコグスクさんのこんな海水浴は嫌だ <music> 海の家が5キロ泳いだ先の小島にしかない浜に <laughs> ないんだ えー、すごいの斬新だな絶対トイレ間に合わんな、はい、続きましてルパンが愛した藤子ちゃんのこんな海水浴は嫌だ喜納庄吉が全力でバタフライしてるいやややいこれバタフライってるわざとろうや 本当によ。出たり潜ったり出たり潜ったりですよね。<laughs> いいやし泳がせよ。一応食事さんも。とまどまぶんさんのこんな海水浴は嫌だ。<music> 一緒に行った彼女が車から双眼鏡で海を見て海っていいよね。って言って降りてくれない。 うん、だ古田大二27さんみたいなことですよなんで砂飲み行かんと現場やっつって <laughs> 足全部砂つくやしっっ見るだけでいいよ遠くからっていうかもうテレビでいいわっってね <laughs> 続きましてメンマメンさんのこんな海水浴は嫌だ沖の方でクルーザーに乗ったリッチャーがニタニタしながらこっちを見ているえい <laughs> 中ってことねおい 「<laughs> 一般庶民が泳いでるな」っつっ,、ねま、ーーつって「置袋で」っつってねまたクローザーがっつっていいね、うん、続きまして石ころさんの「こんな海水浴は嫌だ <music> 砂浜と思ったら全て片栗粉 <laughs> 何かにあげあげられようとしてるな <laughs> 巨人に進撃の巨人に 天ぷらにされようとしてるな、うん、あ,ありがとうございますラスト英治伊達さんのこんな海水浴は嫌だ米軍が場所間違えて上陸作戦の演習を始めた危ない危ない危ない,危ない <laughs> あれ沖の方からいっぱいみたいなね <laughs> はいありがとうございます 沖縄沖縄、もしかしてこんなこともあったりするかもしれんな大事だなはいということで出揃えましたじゃあですね本日のベスト大喜利ストは CM の後と発表しますのではいコマーシャル「<情>君と一緒にチャチャ悪を打つ必殺パワー」<laughs> <laughs> 懐かしいわこれ。

今日一はですね、これも今日で終わりにしれよという意味も含めてですね。えー、きなしょうきが全力でバタフライしてるっていう。する番返した。ほじっこちゃん。産地綺麗やことを。<laughs> はい。いいか悪いかで言ったら、欲はないかもしれないですけど。<laughs> まあまあまあ <laughs> はい、ありがとうございます。もうもう終わりですよ。このパターン。 誰誰が何々してる <laughs> わ。もうこれ終わりです。これははい。これはもう一応最初にやっといた方がいいですよ。こんなのはいさ。夏休み派冬休み派どっちですか？ヒブさんこんにちは。ベゴニアです。こんにちは。アンケートを上夏休み派です。子供が小さい時は体験とかを中心にして。 芸術鑑賞とかスポーツ観戦とか料理とか大掃除とかラジオ体操とかいろいろと一緒にやって楽しかったな生きる力や知恵をつけさせたり好きなことをやる40日間にした方が小学生はいいと思う宿題反対遊びの天才でいいまあねまあ普段も一応勉強やってるからこの休みでしかできないような宿題 は必要かなと思うの40日かけてできるやつとか普段学校でできないような宿題はいいかなって思いますまあ、だから読書感想が感想文工作とかあんなのはいいかなうん探検してきてっていう宿題ないですかねまあ、別に本当に森とかあんなのもいいですけどどっか例えば大きい企業とか探検してきて調べてきてとかっていうのも絶対面白いかなと思うんですけどね ああはい、チームで行ってもいいしねうん中文字だけど何川さんはいさあヒープ兄貴こんにちはアンケートを終夏はいろんなイベントがあって楽しいさ特にエイサーはちもどんどんしてまた大太鼓落ちたくなりやすさあそっか大太鼓担当だったのか今年は全島エイサー祭りも陸上競技場でやるはずだから楽しみやすさヒープさんもエイサーしようぜでは時間まで4日バレよさいうんはい 中文字だけど何かさんありがとうございますいやしようぜつってあれ年齢決まったよ多分もうとっくに切れてるよ俺多分ねえ、うん、ちょっとはやってましたよあった地元でも2年ぐらいはそんなにあのー、有名なところじゃなかったですけどはいあの時また復活してたんだよな、うん、リスナーの皆さんこんにちは夏休みの宿題を修行式2日前に泣きながらやったことが未だにトラウマのマット含むと申します これ面白いんだよな泣きながらやるよね <laughs> 3たち2 5 <laughs> 面白いよ泣きながらやるよね今日のアンサーは B の冬休みかな夏休みを小学校6年間中学校3年間高校3年間のトータル 12, 12年間トータルしたらダラダラしてた記憶がありますねあれは確か小3ぐらいだったと思いますが 朝起きてラジオ体操して朝ごはん食べてファミコンしてお昼までファミコンして晩ごはんまでファミコンして夜中までファミコンしてそんな生活をしてたらそりゃあなた目も悪くなって眼鏡になりますよ八重山のおじいの家に兄弟だけでしょっちゅう船に乗って遊びに行っておじいと海に釣りしに行ったりビリヤードしたりレンタルビデオ屋行って女子プロ見たりそれなりに楽しかったんですけど今親になったら分かりますが5人も兄弟がいたらそりゃあなた地獄ですよおじいおばあに預けたくもなりますよね ん今日の現場は海近いから泳いでこようかな。いやエンジョイそうしファミコンは有吉が八重山のおじいのおうちとっても楽しかったんじゃないはあおじいと釣りしてビリヤードやって女子プロのビデオ見て <laughs> 楽しいよこれはいありがとうございますいやいや。 わったかこのままバのドはあんまりゲームとかもなかったからよもうよ外で遊ぶしかなかったわけよちっちゃい自転車のつって自転車改造してからねゴミ捨て場に行ってからタイヤ拾ってきて何してっつっていやー小学校56年の時ようんハイサイ・イーブーさんハイレベルのリスナーの皆さんこんにちはっていうのはラジオネームボジョレ・ヌーボーさんはいこんにちはアンケートは A です 小一の時の夏休みに叔母の家に泊まった時に茅の中で叔母と眠った叔母が僕が眠るまで内輪で仰いでくれて死に気持ちよかったのが未だに忘れられなくて夏休みが好きです途中に内輪やってって言ったらジ取られそうになった <laughs> <laughs> はいボージョレン・ルーヴォーさんありがとうございます扇風機がいざにやとか言われそうですよね はまずはって言われますはうんいや王様かやとか言われますなんかねうちじゃないですようちはそんなこと言われないですけど <laughs> はいありがとうございますかやね終、まあ、わった課長って言ってましたけどガチャンガ減らないようにするやつねうんイブさんこんにちはただいまコロナ休暇中のあきらおじいですおいコロナかかっているあいな 少女大丈夫ですかねお久しぶりです。アンケート夏休みが好きですね。バーベキューと海が定番ですね。暑いけどやっぱりみんなとワイワイ楽しくユンタクできるさね。この前のリスナーバーベキュー楽しかったな。怖がら兄貴。ありがとうございました。また誰かやってくれないかなはい。ぬが。アキラがやったらいいんじゃないじゃあ <laughs> いい。アキラやらんな。またこんなの。また。ねはい。ありがとうございます。いいやつよ。バーベキュー。 何年もやってないよもうバーベキューなんてね今言ったら暑いだろうな10月ぐらいにやるかな <laughs> <laughs> 皆さんえー、朝から暑いね外仕事は日焼けするよラジオネームなイちあゆめさんこんにちはアンサー A の「夏休み」だね私は夏休み入ってすぐに出された宿題を終わらして自由研究も読書感想文もパタパタ終わらして夏休みを満喫するタイプだったなすごい 子供の頃は夏休み楽しかったけど大人になってからは祝日が夏休み気分だよ。それでは時間まで読んだら千いりよ。はい。泣いちゃあやさん。すごい。多分あれだよね。7月中に全部終わるすタイプ。ね。夏休みの友も1日1ページ足がすぐバーらないって感じ。読書感想文も読書感想文が結構よ。強敵やんばよ。原稿用紙何枚って決まってるからよ。いやー。 自由研究なんてあれ一日一回研究するってあるじゃないの。あれワープしてできるの？<laughs> だから言ったさ、俺が自由研究あの池の水を汲んできて毎日あの顕微鏡で見るという太陽の海に置いておくる、うん。で毎日何の変化もないわけ。毎日ラジオ沖縄オリジナルタオル好評発売中。 赤と青の鮮やかな水玉が目を引くタオルです暑い季節にぴったり価格は税込み1765円2枚セットは3300円おったくーラジオキラーのネットショップでお買い求めください。